第1位であります。だいぶ混戦が予想されますこの女子七種競技決勝、あと2種目にかかっております。どうぞ、あとやり投げと幅跳び、やり投げと 800m であります。どうぞ皆さんご注目ください。1位の得点が3212点、4位の得点が3115点と、100点以内に4選手が、おります。どうぞご注目ください。11時10分からは男子 200m の決勝です。準決勝からの結果で見ますと、第3連を走ります江藤君九州学院が21秒94というような準決最もいい記録であります。続きまして中村君、第4連を走ります中村君九州学院が22秒02、
第3位の記録が第5連を走ります木下君宮崎工業が22秒04というような準決勝からの記録であります。